これはトミカの緊急車両セット5というね、セットもね、入っていた1台です。で、これが、その車でして、ウォーターカッターというね、トヨタのダイナが、モデルのウォーターカッターです。ウォーターカッターっていうのは、まあ、火災現場とかね、災害で、土砂崩れが起きて、車が通る、取り残されて、人たち、そういった人たちをまあ救出する、あるいは、建物の瓦礫で埋もれて、人が助けてくれというときに救出、その瓦礫を取り除いて救出する車ですね。だから、その車の中には、すでにノコギリとか、電動カッターとか、まあ、そういったものが、積まれていて、でそれで、いざというときに対応できるという車ですね。でこれもそのセットも中にあった1台でして、まあ、非常に、これは貴重な車種となっているかなといったところです。なかなかね、この手の車というのも探すとないので、こういったのがね、あると、最初セットものうちはね、それほど珍しいものではないかなと思うんだけども、まあ、年月が経ってくると、途端に見なくなりますから、まあ、こういったものは非常にいいのではないかなというふうに思いますね。で、このダイナの、特徴と、この車のね、まあ、特徴等がよく出ていて、なかなかいい味を出してもらったという感じです。どうもありがとう。